Hello everyone, welcome back to my channel. And now I'm going to watch Fate Grand Order Astraea Ruler's voice line. So let's check it out.召喚に応じてまいりました。天秤の裁き、星の正義をここに。そこよすべての善なる一端、アストライアと申しますわ。マスターたるあなたも図られる覚悟はよくて。Looks like Luffy's. あら、私に見ついてくださる？当然といえば当然ですが、感謝ぐらいはしておきますわ。Maybe she's a pseudo servant just like Easter. Okay, I'm pretty sure that this is Lufia's body because that hairstyle. 剣と天秤もこうでなくては。Lufia's hairstyle.着実に私の霊気へ魔力が注がれているのを感じます。あなたはどうしてそこまでしてくれますの？人類のため、それともまたお聞きしましょう。レディ・ジャスティスと呼んでいただいても不足のない華麗さではないかしら。ここまで来たからには最後まで行くのがパーフェクトな美というもの。頼りにしていますわ、マスター。ここまでしてくださったことは決して無駄にはいたしません。胸を張りなさい。あなたはマスターとしてなすべきことをなしたのです。ならば私は天秤の女神としてふさわしい活躍をご覧に入れましょう。さあ、そろそろ探索に向かいましょう。私の天秤が待ちかねていますわ。ええ、私のあり方は人の上に立つものです。しかしこの一滴はあなたに運命を預けましょう。私の星もそうささやいてますもの。主従関係？あなたの好きにすればいいわ。私も好きにしますもの。よくも薄汚れた宝石ばかりアーもかき集めて悦に浸っていられるものですわね。ええ、いずれは優劣をはっきりさせねばなりませんわ。まさかあの女神に夏の装いですって？ええ、仕方ありません。早く私の水着を持ってきてください、マスター。 I was just being so competitive. シェロ、シェロ口にしてみたくなっただけです。ああそれは彼の名前じゃないんですもの。どうしてこんな名前が浮かんだのかしらね。あれこそは理想の果てなのでしょう。燃え尽きた灰こそは彼の目的だったのでしょう。だけどやっぱり腹が立ってきました。少し説教に行かせていただきます。あの魔術師、いつも口うるさくおせっかいばかり。教えるのがうまいのは認めますけどね。まあ、まさかケツアルコアトルまでいるなんて。しかもルチャリブレ、私のキャッチアズキャッチキャンとぜひお手合わせを。
けなげに戦っている姿は素晴らしいですが、そのさすがに幼すぎませんこと。いえ、人類の揺らぐ今は彼女たちのような純真さもまた力となるのでしょうが、だからこそ胸が痛みますなぜかしらね、つい彼女には視線が行ってしまいます。私の付き添いでもさせてあげようかしら。 I think she still remember about me. 好きなもの？そうですわね、他人の大事にしているものを奪い取る時なんていかがかしら。正義の女神らしくないですって正義とは時に悪より強引なものでしてよ。誇りなき者は嫌いです。生にも死にもそれ自体に意味がない以上、誇りこそが私たちに意味を与えるのですから。聖杯への願いと言われましても困りますわね。欲しいものなんてすべてこの手にありますよ。 Oh, you sound like Gil now. あえて言えばこの天秤で測れないものですがマスター、いつかそんなものを私に見せてくれます？何か始まったようですわよ。さあ、世界が私の祭典を待ちわびてますわ。私の天秤に裁かれないよう注意なさい、マスター。罪の重さが見抜かれてしまえば撃ち抜くしかなくなりますわよ。 Oh, that's so scary. なんというか破格ですわね、マスター。あり方は凡庸なのに、あっちこっちの世界を渡り歩いてよくも魂が燃え尽きないこと。私も興味が湧いてきましたわ。分かってきましたわ。私の天秤は相手を測るものですが、あなたの凡庸さは相手に顧みさせるものなのですね何のことといった顔ですが、今のあなたを忘れないでいてくれればそれだけで良いのです。ああ、だから困らせないでください。私は祭典する女神なのです。あなたでも誰でもこの天秤が傾けば裁かねばならないのです。その裁きたくないと思ったのは初めてですから。もう諦めました。はい、降参。私の天秤は変わりませんが、女神アストライアはあなたにつきますこれは最低ではなく私の決意。 I'm so glad to hear that. あなたの歩みが止まるその時まで、首根っこを掴んででも離れてあげませんから。 No, she's very clingy to the master. 最低を下します。これはあなたの善の軽さ、そしてあなたの罪の重さ。さあ、覚悟はできて、クストス・ウォルム。すごいな、すごいよ。あなたの罪を測りましょう。我が宝石庫はこの夜と、あなたの罪はこの星の数。それはおまけですわ、クストス・ウォルム。Hey guys, so that's the end of this video, which is the voice lines of Astraea. So she's a pseudo servant who just like Ishtar, and I really love that voice line when she was being so competitive. When she was seeing Ishtar wearing swimsuit, she wants the master to buy a swimsuit for her too. And also, I really like her costume. It's so sexy and also very elegant too. It's not too vulgar like the other servant. And the first time when I saw her with that giant blue hair, it really reminds me of Lufia's tornado hair. And also, I think her noble phantasm was very cool, and it got a very beautiful animation about that scale and
how she was beating the enemy. So thanks for the one who shared the link of the video in the comment section. I really appreciate it. It's a very interesting pseudo servant. So turns out it's Lufia Edelfeld. And as usual, if you guys have another video that you want me to react to, just put it in the comment section. So thank you guys for watching my video. Don't forget to like and subscribe to my channel. See you again on my next video, and take care.